アキュラ初の EV を披露あれ、随分と久しぶりだな。これは、日本市場を含めた何かの前兆なのだろうか。ホンダが日本時間2022年8月19日にプレスリリースした。アキュラプレシジョン EV コンセプトに関する発表を目にして、そう感じた。今回の発表は、 量産車とレーシングカーのそれぞれでクラシックカーやネオクラシックカーの愛好家が集まり、また世界のカーデザイン関連業界者らが親睦を深める。で、カリフォルニア州モントレーカーウィークで行われたものだ。筆者は80年代からモントレー近隣のレース施設、ラグナセカをホームコースの一つとして、レース活動をしていたこともあり、 モントレーカーウィークに関わる人々と長年にわたる付き合いがある。モントレーカーウィークで日系メーカーがデザインコンセプトを披露することは、決して珍しくない。ただし、それらはトヨタならレクサス、日産ならばインフィニティと、自社のプレミアムブランドとしての扱いとしてきた。今回のアキュラも、そうしたこれまでの流れを踏襲していると思える。 ただし、アキュラは日本国内では正規ルートでは未販売であるため、アメリカ現地を含めてグローバルでの各種発表を、日本のホンダ企業ホームページでアキュラを紹介する機会はとても少ない。それなのに、今回はなぜ日本向けにも広報したのか。ホンダ EV 戦略の全体像は日本のホンダ企業ホームページで、 車分野のニュースリリースの過去ログを見てみると、アキュラ関連ニュースは今、2022年8月下旬の4年半ほど、前となる2018年1月に北米国際自動車賞、通称デトロイト賞での RDX プロトタイプ世界初披露まで遡る。筆者はその現場にもいたが、当時のアキュラは、 NSX を頂点とする 00X という三文字ラインナップが一通りで揃い、北米に加えて中国市場での販売拡大を狙っていた時期であった。しかし、2010年代後半末期に入ると、欧州連合 EU の執務機関である欧州委員会 EC による、欧州グリーンディール政策という政治的な動きや、 ESG 投資、エンバイロンメント、環境ソーシャル、社会性、ガバナンス、企業統治に関する投資、こが、まるで90年代末の日本バブル期にようにグローバルで急激に広がっていく。その影響で、当初はハイブリッド車やプラグインハイブリッド車、そして EV という段階的な電動化戦略を描いた。 ドイツを筆頭とした自動車メーカー各社が企業方針を一転し、一気に EV 化というトレンドが生まれた。また、ESG 投資は米テスラの株価を一気に押し上げ、またテスラの中国市場参入にも大きなプラス効果を生むことになる。ホンダと GM の協業で、そうした中で、 ホンダやアキュラを含めた大規模な戦略変更を余儀なくされた。具体的には、日本時間2020年4月3日、ホンダはデイゼネラルモーターズ GM と GM のアルティウムバッテリー採用のホンダ向け次世代 EV の共同開発で合意したと発表した。その中で、まずはホンダ向けの新型 EV を共同開発し、 エクステリアとインテリアはホンダが自社専用でデザインし、車体や電動化に関わる機器を GM が開発するとした。それから2年4ヶ月後、今回のアキュラプレシジョン EV コンセプトが公開されたというわけだ。アキュラブランドとして初となる EV 量産モデルは、ZDX を名乗り、2024年中に北米での発売を始める。 では、ZDX は日本市場に何らかの影響があるのかだから、ホンダは今回のリリースを日本向けにも出したのだろうか本筋としては、ホンダが2022年4月12日に公開した、四輪電動ビジネスの取り組みについてという中長期経営計画の中で、北米 EV 事業を紹介したと見るべきだろう。その中で、 北米で2024年に、ホンダブランド SUV プロローグとアキュラブランドで、市場導入としており、これが ZDX となる。一方、日本市場では2024年前半に商用の KEV を100万円台で投入し、その後に軽 EV や SUV タイプの EV を適時投入予定としている。 アキュラブランド日本導入は日本向けの EV はホンダが独自開発する2026年投入予定ホンダ E アーキテクチャーを採用するとしている。これがどのように GM の技術と協業するのかについては具体的な内容はまだ公開されていない。日本市場 EV については、KEV に関して 元々は日産が NEC との協業事業として立ち上げて、後に中国資本となったエンビジョン AESC から、電池を購入することだけが明らかになっている。こうして EV 化によってホンダのグローバル戦略が大きく変化していく中で、ブランド戦略の新展開の可能性も考えられる。アキュラ日本導入については、ホンダ本社として、 一旦は決意したが、それを撤回したといった流れがある。その後もたびたび、ホンダ本社や日本の販売店各社との間では、日本におけるアキュラのあり方について意見交換が続いてきた。仮に、日本で今後アキュラブランドを展開する場合、アメリカからの完成車輸入という方法もあり得るはずだ。日本国内では本題、ホンダ E、 アーキテクチャー専用工場に徹することになるはずだから。これまで日本のユーザーにとって海の向こうの話としてきたアキュラ。EV 化という大波の中でアキュラ日本上陸の道筋が見えてくるのかもしれない。